皆さんおはようございます。教会の牧師の関野和弘です。キリスト教会ではね、もうすぐイースターがやってきます。今年はね、4月の12日です。僕はね、この日は本当は大阪の教会に呼ばれていて、大阪の人たちと一緒にイースターをお祝いする予定だったんだけれども、この騒動のせいで、大阪に行くことができないし、またね、多くの教会ね、イースターをお祝いすることをね、できないんじゃないでしょうか。イースターっていうのはね、キリストが十字架で殺されてしまった後、その3日後に復活したことをお祝いする日です。何かというと、この世界の死は終わりじゃなくて、この世界のどんな力、どんな病、たとえ死をもってとしても終わらない命があるんだ、それが自分にも与えられるんだ、そんなことをね、お祝いするのがイースターです。今年はね、4月12日に教会でイースターをお祝いすることはできないけれども、でもね、この騒動が終わった後ね、みんなで集まって、神は確かに私たちを導いてくれる、ずいぶん長くかかったけど神は僕らを支えてくれたんだ、そしてね、終わらない希望を絶対与えてくれるんだということをね、日にち、時間、場所、宗教関係なくね、みんなで祝えるんじゃないかって、僕はね、そのことを強く強く信じてるし、それこそ今年のイースターだと思っています。僕もね、無所属だし、教会によって全部キャンセルになっちゃいました。だけどね、どっかでみんなで会えて神の奇跡をね、分かち合う、そんなゴッドブレスな日をね、待ち望んでます。それでは今日の一日に、皆さんの一日に心からのゴッドブレスを。